お疲れ様でございます。速稼塾の久保です。今回はですね、また久しぶりなんですけども、塾生の気持ちのこのジレンマですよね。こちらについて思い立ったんでお話しようかと思います。例えばね、どっかのビジネススクールに入ります。で、自分の生活環境とか性格とかウィークポイントとか得意分野とか様々あると思います。でもそういうこと関係なく、ビジネスの先生ってのは、あれやれこれやれ、なんでやってないの、いつまでやんの、みたいなことをね、押しかけてくると思うんですよ。それについてついていけなくて、実績が出なくって、やる気をね失ってしまったりとか、あれおかしいなぁと。お金を払って塾に入るまではこんなガンガン押し付けてくる方じゃなかったのに、なんで自分の都合を考えてくれないのかなっていうのね、こういったジレンマに陥ることがあると思います。で、これについてのね、私なりの回答なんですけども、まず一つはね、塾を運営する人っていうのは、塾の運営する売上、つまり入塾した人のお金でもってこう暮らしを成り立たしているんですよね。そうなると、どうしてもね、複数の人を同時に教育してるわけですから、飲み込みの早い人とか自分で勝手に育つ人が実績を出してくれる。そしてその実績を、こんなにうちの塾では儲かりましたって喧伝したいわけですよ。で、そうなると、早く育つ人を優先に、そして器用な人を優先に目をかけるってことになります。で、細かく手取り足取りやらないといけない人ってのはどうしても後回しになるんですよ。ね、そう考えていくと、なんだこの世界でも結局は置いてきぼりかってなっちゃうんですけども、そうならないようにね、やるコツがあります。それは、早く稼ぎ方教えてくださいって焦るんじゃなくて、ノウハウを早くくださいって言うんじゃなくて、だからこそ自分の生活背景をしっかりとね、その人と共有することなんですよ。自分は何時頃に起きてます、いつ頃寝ています、何を食べています、そして何が得意で、どういう風にすると疲れちゃいます、ネットのスキルはこのぐらいあるんだけども、苦手なことはこれで、できればこれをしたくないんだってことをね、細かく細かくすり合わせる、まあそういったオリエンテーションが必要です。そうするとだんだん教えても、あ、この人に対してはこの方法じゃダメだなと、こういう風にやっていこうかなっていう風に具体的にだんだん見えてくるんですよね。おそらくジレンマを抱えた多くの生徒さんは、自分のパーソナリティをきちんと伝えれてないんじゃないかなと思います。もし、いろんな得て増えて、それから特徴とかが分かっていながら、それとは真逆のことをね、押し付けてくるだったら、それはクレームを入れてよろしいかと思います。サービスを、自分に適正にサービスを受ける権利を持ってるわけですから、それでは僕は結果が出ませんよと。じゃあ、なんとか工夫してもらえませんかっていうふうに、誘導の仕方をね、オーダーする、注文することができるんですよ。ですんで、例えばコンテンツが送られてきました。そのコンテンツ通りに自分の型がはまらなかったら、自分のせいなんだって思う。こういうことばっかりでなくていいわけなんですよ。このコンテンツでは自分には全然ね、刺さらないんだと。どうしましょうかと。どの方法で私は稼いでいけばいいでしょうか。もしくは、どのぐらいの金額をとりあえず上げていけばいいでしょうかってことなんですよ。で、私は月に1000円でもいいから稼げば、その次の2000円が目指せると思うんですよ。でも月が1000円って、どうですかね。むちゃくちゃ簡単だと思うんですよ。月に1000円ね。今の時代だったら、まあセルフバッグを1件しても、さすがに1000以上のものばっかりだと思いますんでね。ポイントサイトもありますし、なんかゲームアプリのダウンロードだって、どれでも1000円稼げるわけですよ。で、そういうことをしながら、1000円を稼げない人のための先生にすでになれるよねってことなんですよ。で、これが第一段階かなと思います。でもそれでも苦手だったら、もしくは YouTube でね、再生回数の広告収入を狙うってことを地道にやっていく。その代わりこれは1年かかるかもしれないよっていうふうな、のんびりと育ちたい人向けのペースになってくるってことをお話しするってことかなと思います。あとはジョイントベンチャーですよね。一緒に商品を作ってみて、一緒に売ってみようよ。そしたら少なくとも、塾長の影響力でその人の商品を売ることができるんですよ。で、そういうふうな持ちかけをしていくために対談をいっぱいしてみるとかね。でもきっと、稼げない人が稼げない人と一緒に対談をして終わってる例が多いんじゃないかなと思うんですよ。これどうやっても稼げるようになりませんからね。稼げない人同士で自分が稼げなかったことの、まあちょっと見たことはないんですけどね、自己弁護をしている人だったら、そこに対して結局ね、マウントを取りたい人が集まる、もしくは同情したい人が集まるだけになるんですよ。で、結局誰かにお金を払ってもらうってことは、お金を持ってる人の前にアプローチしないといけないんですよね。見えてきましたかね。私が速稼塾を運営していて、いつも疑問に思ってね、で、稼げない稼げないって言ってる人に、叱ることがあるとしたら、まずは一発目これなんですよ。なんで俺に売らないんだってことなんですよ。ね。久保哲郎に商品売れと。
私が必要なものまだわかんないんですかと。これだけ毎日接していて、私は毎日ライブ放送もしていて、動画もいっぱい出していて、自分の生活背景を打ち出しているのに、そしてプラスですよ。私は毎日お金を払って何かを買ってます。誰かのサービスを受けてます。なんで塾生が俺に対して売ってこないんだと。塾生でもない人から俺は商品買ってサービスを受けて、そこにお金払ってるよと。どういうことだってことなんですよ。ね、今日だってメルカリで商品買いましたよ。じゃあ、メルカリで私が買いそうな商品を教えてくださいとかね、メルカリでいいねを押してくれてる商品っていうのは何ですかって質問が飛んできたら、今これにいいねを押してるんだよって私答えますよ。そしたらね、その商品をたまたま自分が持っていたら、じゃあ僕から買ってくださいよでいいじゃないですか。簡単でしょ？うん。だからこういうことができないかなーって思うんですよ。非常に簡単でしょ？ちょっと話戻りますよ。物を売ろうとしたら、お金を持ってる人に売った方がいいってことなんですよ。お金を持っていない人同士でね、これ失礼な言い方になりますけども、お金を持っていない人同士で、節約しない人同士で、節約しないといけない人同士で、いくらワイワイ喋ったって、そこで利益は生まれないし、目の前の人の売り上げ、要するに目の前の人に商品売るってことは困難だと思うんですよ。ね。こっちもカツカツ、こっちもカツカツ、二人で話し合って、で、お互いに商品買いましたみたいなことはなかなか起きないと思います。だったら、例えば私でいいんですけども、私は今日ね、1万円、誰かにお金を払っても生活全く壊れないです。じゃあお金に困ってる人が私に1万円の商品売ってみてくださいってことなんですよ。で、それが塾生だったらなおのことですよ。まあまだまだだけど、その熱意に負けて買ってやろうかなっていう風な下駄は生まれると思うんですよね。で、その後ですよ、久保塾長に商品を売った俺ですみたいなことができるんだと思うんですよ。多少ブランディングになるんですよ、それはね。じゃあ久保塾長が塾生からどんな商品買ったんですかっていう風な Q&A も興味を引くんじゃないですかね。こういう風にビジネスって組み立てていくもんだと思うんですよ。で、今日のテーマっていうのは、塾生のジレンマですよね。自分の生活とか性格とか特徴とか生活背景を考えずにガンガンと押し付けてくる、そんなね、スタイルにほとほと疑問を感じてる方ね、そういった人向けの動画だったんで、そのことに話を戻しますけども、一つは塾長としてはできればね、実績の出やすい人から手をかけていくっていうところがあるんですよ。なぜなら売り上げを作んないといけないから、塾長は塾長でね。じゃあそこに私の話出しますよ。私は塾生から、塾生の実績いけないと困りますかってことなんですよ。全然セールスしないと困んないですよね。うん。でも塾生には実績を出していただきたい。だから、どんな方でもね、はっきり言って検索すらできない人でも直接会いに行って、その人なりにできることを探すわけですよ。ただ、このコミュニケーション障害の方をね、例にとって、1月から3月までお話ししましたけども、この方っていうのは、いきなり1月から関係が始まったわけじゃなくて、その前からなんですよ。しかも家族を巻き込んでなんですよ。お父さんもお母さんも、それからご本人さんも、この3人でね、私と一緒に4人でずっと面談をしていた結果、じゃあこれしましょうっていうふうにやっと決まったんですよ。それが今年の1月だったってことでね。で、1月から3月までやったら、さあどうでしょうかと。ドーンと30万、50万、100万と稼ぎましたってことなんですよ。で、それをお話したんだけども、残念ながらこっからビジネスにつなげられないのは、その人は生活保護を受給されていて、いろいろと会計のことでは、ね、私が踏み込めないところがあるってことなんですよ。ただし、ケースワーカーさんには、ちゃんと私がお会いして、ケースワーカーさんの担当課長の方にもお会いして、こういうことをしていって、ゆくゆくは、生活保護を抜けていく方向で考えてるんで、私の方がアドバイスさせてもらうけども、その辺をね、勘案して、この人の生活保護をすぐ打ち切ることがないように、きちんと段階を経てやってもらいたいっていうこともお話して、で、将来的にですけども、この方が生活保護からね、もし抜けられたとしたら、その空いた枠に今まで生活保護をつけてあげられなかった人が一人繰り上がるわけでしょ。じゃあ私の社会的意義ってあるじゃないですか。そういうお話を担当の課長さんとケースワーカーさんと、まあね、まあ毎回そういう方の場合するんですよ。だからね、ここまでやってるね、手前味噌ですけども、ネットビジネスの先生はいないと思うんですよ。っていうのが、私は他の人でもできるようなことじゃなくて、私にしかできないことを考えてやってるからなんですよね。だから私にできなくて他の人にできることありますんで、それが合ってるなと思ったらそっちに行くのが最適解なんで、そういう時はね、ぜひね、浮気をしてそっちの方行ってくださいと。私は生徒さんが私の力でなくても、誰かのきっかけで、何かのきっかけで自分の悩みを解決して、例えば金持ちなら金持ちになる、それが達成されれば、ああよかったなと思うだけですよ。
ちょっとだけ自分にはできなかったことが悔しいなと思うだけなんで、でもね、ハッピーになっていただければ、ちょっと力になれなかったけども、でもよかったよねっていうふうに素直に言いたいですね。誰一人脱落してほしくないです。私はね、せっかく稼ごうと思った人、ね、何でも金金の世界っていうふうに言われる方がいますけども、自分の欲しい金額だけ稼いでくれればいいんですよ。で、それがね、別に月収100万じゃなくてもいいじゃないですか。私がいつも訴えかけてるのは、月に3万円とか月に5万円、今の収入よりも余計に稼ぐことは、とりあえず目指せるんじゃないですかってことなんですよ。で、そのためには別にネットビジネスじゃなくったってね、地下の区のファミレスでバイトしてもいいし、募金箱を置いて募金を募ってもいいんですよ。そういう意味では、あの手この手でやってもらいたいと思いますし、お金のためだったら、その程度の何でもやるっていうのは肯定します。犯罪めいたこととかね、ダマくらかしてとかね、なんか、寝る時間を惜しんでとかね、まあそういうふうなことはあんまり私はね、やってほしくないなと思います。私はやりましたけどね。私がやったのは、興味がものすごく出てきて止まらなかったからなんですよ。でも、モチベーションが湧かない方に、気持ち上げていきましょうとか言っても、まあそんな、ね、モチベーション私のね、心の中からそっちに移すことってできないじゃないですか。だから多少励みになるような声かけをすることがある程度でね。うん、でも、心はその人のものですからね。そして人生もその人のものですから。結局、人を救うなんて私はおこがましいことなんですよ。私にとったらね。でも、できる限りは何とかします。うん、自分の身をね、差し置いて。だけども、結果的にたどり着けない山はあるし、うん、この100メートルをね、10秒でみんなが走れるかって言ったら走れないんですよ。だったら、100メートル10秒で走れないけども、100メートルを15秒で走れても、幸せに見える景色ってあると思うんですよ。それを一緒に見ていこうよってことなんですよ。できれば100メートルね、13秒で走った方がいい景色が見えるかもしれないけども、そのために引き換えにするものがね、結局、人間関係だったり、心の病だったり、他の何か大きなダメージだったとしたら、その100メートル13秒で走れても、失うことの方が多くって、トータルでマイナスになるんだったら、それは、やりすぎなんじゃないかなっていうふうに思う方なんですよ。ね。肝心なキーワード出ましたけども、やりすぎってことなんですよ。やらなすぎもダメですよ。無駄なことをしちゃダメです。で、無理をしちゃダメです。両方交互にやると、ムラになります。無理、無駄、ムラって言いますよね。無理をしちゃダメ。ね。無駄なことしちゃダメ。無駄なことをせずに、減らした時間で無理しなくて済むようだったら、ムラもなくなるんですよ。無理をしてるし、無駄なこともしてるから、ムラになってきて、人生がムラだらけになってね、心もやもやしてムラムラするわけなんですよね。ですんでね、一つは、これ結論ですけども、あ、この先生自分に合わないなと思ったら、そこに参加しないこと。もしくは、参加してしまったんだったら、早く離れることです。塾費用がもったいないっていうよりも、塾費用がもったいないから張り付いているよりも、塾費用は損切りしてね、すぐ方針転換をした方が絶対いいんです。うん。まあ、一つね、速稼塾のウィークポイントを言えば、速稼塾は頭金3万円で参加できるんですよ。うん。だからね、参加しやすいし、抜けやすいんですよ。本当だったら、根性出してね、歯を食いしばってやればできるような人も、その前に離れちゃう可能性があるんですよね。でも、それはもう仕方がないかなと思います。私もね、発信をもうちょっと工夫して、モチベーションが落ちないように、やる気になるように。うん。で、すべての人の気持ちに寄り添うことはできません。で、人の気持ちを考える。考えてるけども、当たることはないです。人の気持ちは誰にもわかりませんし、人は変化しますから、今日なんとかその人のことがわかっても、次の日、次の瞬間っていうのは、また別のモチベーションをその人はね、携えてますからね。例えば、小指に、タンスの隅っこに小指をぶつけて、いたたたたっていう時に動画いっぱい撮りましょうって言っても、痛くて撮れないですよって言われたら、ね、そこまで考えられっかよってなるかもしれないし、でも本人の立場になったら、それはそうだよねって思うわけですよ。うん。まあでもね、小指にタンスぶつけた瞬間にそれを動画に撮ってね、痛くなりました。だからここになんかガードをつけるように、モールをつけるようにしましたみたいな動画を撮ったらね、大したもんですけどね。なかなかその時は思いつかないもんですよ。はい。まあ長くなりましたけどね。ぼやぼやっとぼやいてみました。皆さん、これからもよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。